香港政府江沢民のために黙祷を要請江沢民の追悼式習近平の抽象的な肯定具体的な否定公職者が明かす財政は本当に底を突き借用書だらけ「外国人大家好今日は12月8日星期四昆虫收盘疫情最前線 OIZAK」我是 香港教育局と病院管理局は先週、すべての教師、学生と公立病院の医療従事者に対し、今週火曜日6日の午前10時に仕事、勉強、試験を中断し、数日前に死去した高沢民を追悼して3分間の黙祷を捧げるよう要請しました。 なお、香港の小中学校や幼稚園の子供たちも、江沢民の追悼式当日は、半旗を掲げてお悔やみ申し上げることが義務付けられ、すべての祝賀行事が中止となりました。中国共産党を、中共と同じように弔えという香港政府からの直接の命令に、香港のネットユーザーの多くは冷淡で平然としています。 個人の死を悼むために1ヶ月間仕事を中断すべき3年間も服を着て忠誠心を示すべきと皮肉る人もいれば時間がもったいないなどコメントする人もいましたまた、各団体や企業のウェブサイトに掲載された写真が白黒写真に変わったことについてウルムチ犠牲者、中共ウイルス、COVID-19 とウクライナの死者に黙祷していると冗談を言うネットユーザーもいました。 あるネットユーザーは、娘を香港から連れ出しておいてよかった。そうでなければ太った死体を痛むために黙祷を捧げざるを得なかっただろうと述べています。同じ頃、地球の反対側では、江沢民の死をきっかけに忘れてはいけないと名乗り出た人たちがいます。江沢民の追悼式といえば、6日に中共が人民大会堂で江沢民の追悼式を行いました。 中共中央テレビが放送した告別式と追悼式とも呼ばれる葬儀の映像には多くの異常が見られ民間で明らかにした情報と合わせて中共がショーを行っていること内部がまだ落ち着いていないこと江沢民への評価に差があることをすべて裏付けています当日習近平は弔辞の中で「悪を信じず幽霊を恐れず抑圧を恐れず」という珍しい言葉を口にしました 習近平は江沢民を称賛しているように見えますが、実は江沢民一派を粛清し続けているのだという分析もあります。この点についてアメリカ在住の作家で政治評論家の陳波空氏は、習近平は弔辞を述べているというより、弔辞を読んでいるようだったと述べています。 陳氏は YouTube 番組、陳博十論天下で、長寿の最初の段落の一部は江沢民の偉大な功績を語るふりをしているが、後ろのより大きな部分は習近平時代について語っていたと分析します。 習近平の江沢民に対する評価について、時事評論家の王鶴氏は7日、新党人に対し、習近平は党を守るため、表面的には江沢民を称賛しているが、実際は抽象的な肯定、具体的な否定の戦術をとり、江沢民一派を徹底的に粛清、弾圧し、常に政治的影響を及ぼしていると述べました。 また国内外の多方面からの巨大な圧力に直面していることについて、時事評論家の岳山氏は次のように指摘しました。国内闘争で習近平と中共の退陣を求めるスローガンを公然と唱える人もいた。中共党内部の激しい権力闘争は消えそうにない。そこで江沢民の葬儀を行い、一方では党内に何も言わせないように見せかけ、 もう一方では反対派に警告を発したのであるそして何より自分の権力を顕著にアピールしたかったのだろう中国各地で白紙革命により閉鎖が解除され白紙革命は国外に引き継がれたと思われていた矢先ここ2日ほどでまた中国国内の大学キャンパスで抗議デモが多発しています 北京では貿易措置の一部が緩和され6日以降は PCR 検査の陰性証明書がなくてもスーパーや公共の場に行くことができるようになりました最後のニュースです人々の注目を集めた中国本土のネットイースへの投稿は数秒で削除されましたその内容は閉鎖解除の実態を明かし中共は一撃を食らうとひとたまりもないことを示唆するものでした 投稿は公州のある公職者が明らかにしたとされるものでタイトルは「財政は本当に底をつき借用書だらけ」でした投稿によると私の給油がたまたま公州市改粛の公務員でなぜこの地区が突然解放されたのか一番よく知っているそうです彼いわく財政的に本当に一文も出せないところで借用書ばかりでどこも資金が不足しているといいます 例えば、集中隔離施設はどこも満員となりその上ホテルは人を追い返し始めていますなぜなら今までの料金が清算されていないため無料で宿泊や食事を提供し続けることは不可能だからです彼らは仕方なく学校を収容して隔離所にしましたが保護者から猛烈なクレームが来ました歳入が底をつき貿易業務を行うボランティアも見つからず教師を招集せざるを得ませんでした 結果的に教師不足となり学生は家でオンライン授業を受けその学習効率の悪さは想像できますしかしなぜよりによって教師なのでしょうか実際教育部門はまだ正常に賃金を払うことができたため教師を招集することができましたが他のところは賃金が支払えなくなっているからです結局 PCR 検査機関は資金がなくなりそこに従事する人もいなくなりました 資金がなければ様々な予防管理業務を続けるのが難しいだけでなく経済情勢から見て広東省広州市の GDP 成長率は今年2%しかなくこのままでは衰退引いては危機が訪れるでしょう特に同市の民間経済は大きな打撃を受けており商工企業が大量に倒産すれば失業者が大量に出ることは必須です その時になれば住宅や車のローンはもちろんのこと社会の安定維持さえも問題になってきますこれこそまさに関西メディアが国民に伝えることのできない公州の実情です北京の隣にある石化葬市も同様で長期にわたって無料のものはありません隔離所に行くということは数日間無料のお弁当を食べれるということだと嘲笑する人もいます 地元の出前業者に聞くと、このままでは無料のお弁当さえなくなってしまうとのことです。PCR の手配、移送の連絡、在宅通知、症例登録など、現場のスタッフが忙しく動く姿を多くの国民が自宅で見ています。 しかし、増え続ける仕事に対して給料が少なくなり、引いては滞納していることに気づいたら、スタッフはいつまで持ちこたえられるのでしょうか。皆人間であり、生計を立てなければなりません。ネット上に深く考えさせられるコメントがありました。各町が何かにつけて沈黙管理を実施しているなんて考えがたい。人々は働かず、勉強せず、経営せず、消費せず。 家でゼロコロナを待ちまさに座しでくらえば山も虚なしではないかさらに信じられないのはこれを人民市場と呼ぶ人がいることだ人民市場は貿易市場ではない貿易の名のもとに国民の生活や経済を軽視してはならないしコロナだけが病気で他の病気は大したことないと黙認してはいけない この公衆の公務員は解放をを要求求するるる人人ももいいれば在宅を求める人もいると述べまし,たしかしまずは解放こそが状態で人民の権利であること在宅は非状態であることを明確にしなければなりません在宅を求める人が自発的に権利を放棄するのはいいが他人に権利を放棄することを求めるのはダメだとしました また広州が封鎖を突破できたのは広東省の経済が重要すぎたからだとも明かしました今年全国統一調整資金の上納額は広東省が最大の40%を占めました調整資金とは年金の不足分を補うものです広東省がこの資金を出せないと東北地域の年金が支給されない可能性があります 政府関係者の中にはウイルスがなくなるまで封鎖管理をするのが一番いいと考えている人もいますしかしその資金がどこから出ているのかは考えていないのでしょう先日重慶で6500人以上の陽性者が報告されましたが高リスク地域を除いては封鎖が全面解除されしかもスーパーレストラン自由市場 映画館、カラオケは感染有無を示すコードが緑であれば PCR 証明書をチェックする必要がなくなりましたシンセンも突然3分の2の PCR 検査場を撤去し公共の場では PCR 証明書のチェックがなくなりました 政治経済評論家で台湾の全省予測サイトの創設者であるハン・チュウ氏は以前中共の協力部門公安軍武装警察などが給料をもらえない時最も指標となる現象が起こる時であると指摘しました中共が政権維持のために彼らに頼っており通常これらの部門に比較的多くの予算を与えているためです 特に地方の公安部門は罰金やさまざまな方法でお金を集めることができるため整形能力が高いですもしこれらの人々が給料を受け取れなくなれば中共政権を維持する軍システムには資金がなくなりつまり財政は本当に救いようがなくなり中共も崩壊するだろうとしました 今日嘅疫情最前线就到呢度，多谢各位收睇，守护真相绝对唔会放弃，我哋坚守需要大家大力嘅支持，更加需要大家订阅我哋嘅 Patron，我系 Zack，下次再同大家见面。